地方馬 VS 中央馬、プライドをかけた戦い。2004年11月3日 JBC クラシック、アジュリン・ミツオは前線むなしくアドマイヤドンに敗れ、惜しくも2着に終わった。しかしこのレースをきっかけに東京大賞典の勝利、地方馬初のドバイ挑戦へと飛躍した。2007年10月31日 JBC スプリント、この日富士のウェーブは歴史に名を刻んだ。上位人気を中央馬が占める中、7番人気の富士のウェーブは残り 100m 中央馬を颯爽と抜き去り、そのままゴールした。競馬ファンの胸に永遠に残る地方馬初の JBC 制覇だった。2010年11月3日 JBC クラシック、地方馬による JBC クラシック制覇の悲願達成を目指したフリオーソ、そこに立ちはだかったスマートファルコン。2位に7馬身の圧倒的な差をつけ G1 勝利となった。スマートファルコン逃げ切ってゴール。2017年11月3日 JBC レディスクラシック、史上初のレディスクラシック制覇を成し遂げたララベル。1年前同レースを当日の朝に除外となった。その悔しさをバネにした最高の舞台での勝利は興奮の渦に包まれた。地方馬 VS 中央馬、今年はどんな戦いが生まれるだろうか。 JBC2018 開催。